ハノイ市は、ベトナム社会主義共和国北部に位置する都市で、同国の首都、南部ホーチミン市に次ぐ、同国第二の都市であり、政治と文化の都である。地名の、城、河内は、当時の町が黄河と東陸側とに囲まれていたことに、由来する。2019年の人口は805万人。黄河の右岸にあり、国内の工業の中心地で、 農産物の集産地ともなっている。また、一柱寺など、史跡も多い。東南アジア有数の世界都市であり、ホーチミン氏がベトナム経済の中心地である反面、ハノイはベトナムの政治、文化の中心地と言われることが多い。ハノイがベトナムの中心都市となったのは、7世紀頃のことである。東大には、雲南と南シナ海を結ぶ交易路上にあったこともあり。 安南と護府が置かれ、党による南方支配の拠点となった。当末に安南と護府の支配は境外化し、さらに黄河が当時の海上交易網から外れていったため、その重要性は一時低下した。しかし、11世紀の李朝はこの地を都と定め、農業地帯を統治する拠点とした。李朝の成立以降、1802年に元朝が笛に党を移すまで王都として繁栄。 その間は、昇流、東京、東都など様々な名で呼ばれてきたが、1831年に現在の名称になった。1873年にはフランスに占領され、1887年以降は、フランス領インドシナの中心地となった。1940年、大日本帝国陸軍の仏印進駐により、大日本帝国の事実上の占領下となるが、 1945年8月15日にその占領状態は終了し、9月2日にハノイでベトナム民主共和国の独立が宣言された。その後、1946年から1954年の第一次インドシナ戦争においては、ハノイも戦場となり、一時フランス軍が占領した。しかし、ベトナム側が戦争に勝利したことにより、 ハノイはベトナム民主共和国の首都となった。ベトナム戦争中は橋などの交通施設を中心にアメリカ軍の爆撃を受けた。1976年には南北ベトナムの統一に伴いベトナム社会主義共和国の首都となった。2010年は1010 10年に李大祖がハノイに戦として1000年目に当たることから様々な記念行事が行われた。 同年10月10日には軍事パレードも行われている。2019年のアジア競技大会の開催地になっていたが経済的理由で開催を辞退した。2008年5月29日、派対象全域とビンフック省、メディン県、ホアビン省、ルオンソン県の4社がハノイに合併されることが決定し、2008年8月1日に合併した。この合併により面積は 約3.6倍、人口は約2倍となった。同年12月11日、旧、タイ省のうちショートであったハドン市をくとし、損大市を死者とすることが決定されたハノイは12区、17県、1死者の計29の行政区から構成されている。亜熱帯性の温帯化を気候にあたる。冬でも温暖であるが、大陸からの寒気の影響で曇りがちの日が続くため、 日照時間は多くない。2009年のハノイの平均年収は3180万ドンであり、ベトナムの平均年収の1930万ドンより65%ほど水準が高い。ハノイの市内路線バス再開発地域を走る路線バス2015年、国際線専用ターミナルと同市中心部のアクセス改善のためにニャッタン橋を建設。同設備は、 本川にかかる東南アジア最大級のシャバリ橋であり、連絡道路も含めた、総事業費は1070億円で、うち68%が円釈館である。水上人形劇、ありがとうございます。